満月の法則っていうのは、相手が、ね、相手が幸せそうに、ね、こう喜びいっぱいで何か体験談を話してる。そうすると、それをその本人以上に喜んでたら、その喜びが一番財産だとしたら、他人のいいことを自分の喜びでいただいても、もうその瞬間に自分の喜びになるわけ。その自分の喜びになったら、そのまま機嫌のいい状態は少なくともしばらく続くでしょ。人の結婚式の時 ねやきもちは嫉妬心だけだって、早く別れた方がいいのにって、相手の不幸を願ったら、相手の不幸を願ったら、人を呪わば穴二つって言葉です。実はその相手の不幸を呪った心が自分の心なわけです。そうすると自分が最初に不幸になる。相手の結婚式の時に、よかったね、本当に幸せになってよかったねって喜べば、それはね、少なくとも自分はそこで喜んでるから自分は幸せなわけです。でも相手は悪い気持ちないわけです。 いくら一緒に喜んであげても飛び上がって喜んでるでしょ。皆さん幸せな時に一緒になって喜んでくれたら、その人好きになるでしょ。バンバンいただいていいんですよ、相手の幸せ、相手の喜びを。自分の家族だったら一緒になって喜ぶでしょ、いいことがあったら。だって みんな家族だと思えばいい。みんな家族だと思ったらね、もう全部いただきですよ。その方がはるかに合理的じゃないですか、生き方として。まあそういうことです。